アラリック一世、アラリック一世、アルリックI、370、375年から410年は、西ゴート族の最初の王である、在位、395年から410年。その名は、彼が成した410年のローマ略奪で最も知られている。ローマ略奪は、ローマ帝国、西ローマ帝国の衰退を決定づける事件であった。西ゴートの族長の子に生まれたアラリックの最初の経歴は、率いるゴート兵として始まり、後にはローマ軍に編入されるという遍歴をたどる。はじめアラリックは391年にトラキアを征服したゴート族と傘下の部族の混成体の首長として登場した。アラリックとゴート族の部隊はヴァンダル族とローマ人の混血の血筋を持つ将軍スティリコの下に配属されていた。394年、アラリックは2万人のゴート兵を率いて、フリギルスの戦いで、フランク人の将軍によって擁立された、西ローマ皇帝エウゲニウスに苦戦を強いられていた東、ローマ皇帝テオドシウス一世を支援した。しかし、帰化の部隊1万人の犠牲にもかかわらず、アラリックは、わずかな見返りしか与えられなかった。ローマの仕打ちに失望したアラリックは、395年に、ローマ軍師帰化を離れて、西ゴート族の王、リックスに選ばれる。そして、コンスタンティノープルを目指して、進軍、途中方向を変えて、ギリシアへと南進し、アッティカ地方を略奪、アテネとその港ピレウスを占領、コリント、メガラ、スパルタを破壊した。東ローマ帝国のアルカディウス帝は事態への対応として、アラリックを、イリュリクム、現在のボスニア・ヘルツェゴビナからハンガリーにかけてにおけ、軍の、総司令官職、マギステル・ミリトゥムに任用した。401年、アラリックはイタリアに侵攻したが、402年4月6日、でスティリコに敗れた。アラリックは、ローマ帝国に、西ゴート族に対する巨額の給金を支払うように、要求し、同年に2度目の侵攻を試みたものので、敗れて終わっている。そのため、406年のゴート族の王の、イタリア侵攻の期間中、アラリックはイリュリクムに残留することになった。しかし408年、西ローマ帝国のホノリウス帝は、スティリコとその家族をゴート族と取引をしたという嫌疑で処刑してしまう。そしてホノリウス帝は、ローマの住民にフォエデラティ、同盟部族としてローマ軍に奴隷として売られ提供されていたゴート族の妻子を殺すように扇動した。これにより、およそ3万人のゴート兵が殺された家族の復讐のためアラリックに寝返り、ローマ進軍に参加した。アラリック軍はローマ道を素早く進軍して、アドリア海北岸のアクイレイア、北イタリアのクレモナといった都市を略奪、破壊した。そして、ゴート軍はローマを包囲下に置いた。ローマ元老院はゴート族に多額の給金を与えたが、これに加えて、アラリックは、ローマにいる4万人のゴート人奴隷を解放するよう要求した。ホノリウス帝はアラリックの要求を拒絶したため、アラリックは409年に再度ローマを包囲する。アラリックは包囲網を強化、プリスクス・アッタルスを西ローマ皇帝に宣した。アッタルスはアラリックをマギステル・ミリトゥムに任命したが、アフリカに出兵するのを拒んでいる。ホノリウス帝との交渉は破談し、410年夏アラリックはアッタルスを配立、サンドローマを包囲した。8月24日アラリックの一味は首都の城門を開けてゴート本軍を侵入させ3日間にわたってローマを略奪する。西ゴートはローマを略奪したとはいえ火を放ったり破壊した建物はわずかだった。その後嵐によって艦隊が破壊されたことでシキリアと北、アフリカを占領するというアラリックの戦略は放棄され、北に戻る気と、アラリックは病没する。アラリックは、ゴート族の王家に属し、現在のルーマニア、ドブロジャ地方のドナ川、川口域に広がるデルタ地帯に位置するに生まれる。ゴート族は、フン族の襲撃をかぶり、無数の難民をなしてドナウ川を横断する移住を開始、ローマの国境を越えて、ローマと戦った、ゴート戦争。この頃アラリックはまだ子供だった。4世紀にわたり、ローマ皇帝はゲルマン諸部族を同盟部族として位置づけ、彼らを不正規兵、すなわちフォエデラティとしてローマ軍の下で常態的に使役してきた。これらの施策は、辺境の人々から重い税を免除したり軍事費を抑えるためであったが、皇帝たちは軍団を構成する兵をゲルマン部族の民から徴募することを常としていた。これらの臨時雇いの兵士の大半はゴート族の人々であり、彼らは382年、いくつかの部族は376年にローマ軍に組み込まれ、そしてその見返りとして帝国の境界線に居住して、その居留地の地位を保つことが許されていた。394年、アラリックはテオドシウス一世の下にフォエデラティの長として、簒奪帝エウゲニウスを討伐する遠征に従軍することになった。フリギドゥスの戦いとして伝わる決戦では、ジュリア・アルプス山脈の通過点にあるウィッパ湖川のあぜで戦端が開かれ、おそらくアラリックはこの戦役で、アドリア海の左腰部に位置する、北方辺境にあるイタリア半島を守る、この自然の要塞の弱さを学習したのであろう。395年、テオドシウス帝が要サルト帝国は、その二人の子アルカディウスとホノリウスにそれぞれ分割相続された。帝国は東西に分割され、アルカディウスが東の帝国を、ホノリウスが西の帝国をそれぞれ支配することとなった。アルカディウス帝は政治に関心を示さず、実権を親衛隊長に委ねた。ホノリウス帝も同様に政治能力に欠けており、側近に政治の実務を代行させた。その側近は、先帝、テオドシウスの腹心、総司令官、マギステル・ミリトゥムに任用されていた将軍スティリコであった。ところが、スティリコは東の帝国からアルカディウスの親衛隊長になるようにも指名されており、東西の帝国宮廷間における確執を招いていた。エドワード・ギボンのローマ帝国水防史によれば、アラリックは東西両帝国における新体制の発足に伴う官職の異常に対して、単なる一指揮官から常備軍を構成する一軍の将として取り立てられることを希望していたという。彼の昇進の望みは絶たれたものの、西ゴートが、下も、エシア、現在のルーマニアとブルガリアの一部に定住する間に、反乱の機が熟していった。ゴート族は、フリギドゥスの戦いで大損害を被った。同時代の噂によれば、西ゴートの兵を、戦場の矢面に立たせることが、ゴート族を弱体化させる都合の良い方法だったである。アラリックは、ローマの理不尽な仕打ちと戦後に与えられた。わずかな見返りに失望した。そして、ローマ攻撃に転じるべきであり、そのために王に即位すべきだという考えを抱くようになった。ゴート人を祖先に持つ6世紀のローマの官僚、ヨルダネスが、この時代の歴史を書き残している。それによれば、この時新しい王とその民は、ローマの支配を受けて、偽りの平和にあるよりも、自分たちの戦いによって新しい王国を希求する決意を固めたのである。アラリックは東ローマ帝国に最初の攻撃を加えた。コンスタンティノープル周辺に進軍したが、包囲は不可能だと悟り、西に反転した後ギリシアのテッサリア地方を南進して、要害テルモピュライを何の抵抗もなしに通過した。東ローマ帝国軍は小アジアとシリアにおける紛族侵入にかかりっきりになっていた。アラリックと交渉しようと試みるが、コンスタンティノープルからゴート族と取引しているのではないかと疑いをかけられただけであった。その時、スティリコはアッティラに向かって闘進していた。クラウディアヌスによれば、スティリコはからイリュリクムから出陣するよう、アルカディウス帝に命じられ、ゴート族討伐の任を受けることになった。その後すぐに、ルフィヌスは、自分の部下によって殺されてしまう。コンスタンティノープルにおける実権は、宦官で財務官のユートロピウスに移った。ルフィヌスが暗殺された事件とスティリコによる討伐部隊の出陣は、アラリックを追い詰め、アラリックは破壊的行動に訴えざるを得ない状況に陥る。アラリックはアッティカ地方を荒らし、ポキアとボエオティアの翼也がゴート軍に蹂躙され、住民も家畜も虐殺されて、多くの女性たちが戦利品として、略奪を受けた。しかし、行軍を急ぐアラリックは、テーバイを素通りし、アテネと港町、ピレウスを占領した際は、金品の供出する代わりに安全を約束する協定を双方が遵守して、都市とその住民に対しては危害を加えなかった。しかし396年に入ると、アッティカ地方に残るギリシア神話の豊穣の女神、デメテルを祀るエレウシスの貢ぎの最後の痕跡を消し去り、青銅器時代以来受け継がれた古代ギリシア人の宗教儀礼の伝統を歴史の闇へと葬った。また、ペロポネソス半島へと進軍して、コリント、アルゴス、スパルタといった歴史的に有名な都市を次々占領し、住民の多くを奴隷として売り払って、多くの都市を荒廃させていった。しかし、ここに来て、アラリックの勝利の機運は深刻な逆境に陥る。397年、スティリコはギリシアに向かって渡海し、半島内のアルカディア地方とエリス地方の境界に位置するフォロイの山に、ゴー族をおびき出すことに成功する。ゴート族は、スティリコ軍の包囲により、深刻な飢餓に陥り壊滅は必至の状況にあった。しかし、アラリックは油断した敵軍の包囲の隙を見てこの難局を脱して敵に脱出を許した。この一件は、軍が勝利を過信して浮かれ騒いで軍務を放棄し、遊興して敵に隙を与えたというのが実態であったが、スティリコが再び任務を得るために、アラリックを生かしておうと考えた、スティリコの故意によるものという疑いがかけられた。さらにスティリコは、東ローマ皇帝に退却を指示されたため、アラリックとスティリコの戦いは終わった。この後にゴート族は、エピルス、現在のアルバニア、さらには、イリュリクムにまで進んでいた。アラリックの略奪と破壊は、かねてから嘱望していた、官職、帝国の軍営から兵員を補充する権威は、もちろん、ローマ軍の指揮権を任された、イリュリクム総司令官職を提示されるまでこのまま、続けられた。アルカディウス帝がアラリックをイリュリクム総司令官としたのは西ローマ帝国への牽制としてであった。アラリックの反乱に対する対処を誤ったことが東ローマ帝国に甚大な被害を生じさせたのである。アラリックはついで西ローマ帝国に攻撃を加えた。アラリックは一度北のドナウ川流域に出て、いくつかのゲルマン部族を傘下に収めた後、イタリアに侵入した。アラリックによる最初のイタリア侵攻は、おそらく401年になされたと考えられる。その本来の目的は、ローマでの栄達の道を開いてほしいと要請するためのものでった。アラリックは、ローマの栄光に魅了されており、ゴートの民にアラリックスと呼ばせようとした。ただし、ローマに従属するためではなく、同族を守るための地位とローマに対する発言力強化がその目的であった。アラリックは北、イタリアに略奪の手を広げ、ローマの市民に襲撃の恐怖をもたらした。スティリコはその時、ラエティア、ほぼ現在のスイスでアラマンニ族と戦っていたが、この報を聞き、急遽彼らを降伏させて、イタリアへと急行した。アラリックは、スティリコと現在のピエモンテ州に、相見えることとなった。402年4月6日、でローマは大勝利を挙げる。アラリック率いるゴート軍は、おびただしい犠牲を出して、その前進を阻まれた。スティリコの敵は、キリスト教の重要な祭日、この年のイースターに当たった未不経験な戦闘で、勝利を得たと言って、彼を非難した。アラリックは、ローマ帝国の正当な国教であった、カトリック教徒ではなく、アリウス派の信徒であり、ゴート族の古くからの異教の祭典も続けていた。しかし、アラリックも信条に違いはあってもローマ帝国と同様にキリスト教徒でキリスト教の祭日に敬意を払っていた。アラリックの妻がこの戦闘で捕虜となったと伝えられているが、この一件は決してデタラメではないと思われる。アラリックと西ゴート軍の一帯は、イタリア侵攻を民族移動の機会と考えて、多数の女性と子供を連れていたため、移動がもたづいていたのである。郷土史家によれば、ポルレンティアは衰退して、住民たちは、近郊の大地上のより安全なブラに移ったが、周辺のいくつかの地名、ゴットなどは、ゴート人の呼称に帰化しており、アラリックの敗走後、本体から切り離されてこの地に取り残された、ゴート族の兵士たちがいたことを示すという。403年、アラリックは、ダルマティアから、ポー平原へ出て、ベローナに立てこもったが、スティリコにより撃退され、イタリア半島を後にする。アラリックは、ローマに進軍することはできなかったが、彼のイタリア侵攻は重要な歴史的結果をもたらしている。402年、ホノリウス帝は、西ローマ帝国の宮廷をミラノからラベンナへと移転させ、セントには第一に防衛目的があった。ラベンナは泥沢地と湿地に囲まれ、そして東ローマ帝国の軍との行き来に安心であった。また、ブリテン島から第20軍団が引き上げる必要が出たのである。409年、ローマ帝国はブリタンニアを放棄し、4世紀にわたるローマによるブリテン支配は終わりを告げた。これは、ピクト人の南下やサクソン族のブリテン侵入の契機となった。407年までに、東西ローマ帝国における双方の宮廷間の確執は内乱につながりかねないほど厳しいものとなっていた。スティリコは、アラリックの部隊に対して、イリュリクム地方での生活のため、ホノリウス帝の要求を実行するように要求する。要請に応えて、アラリックは西ローマ帝国に有利に事を運ぼうとエピルスに侵攻した。408年5月にアルカディウス帝が死んだ時、東ローマとの戦争を停止するため、戦費あるいは軍資金をいくらか支払うよう脅しをかけた。アラリックは報酬として黄金$4000を提示した。スティリコの強い圧力のもと、ローマ元老院は支払いを約束することに合意した。しかし3ヶ月後、スティリコとその幕僚たちは、ホノリウス帝の命により、不条理にも殺害された。スティリコ殺害に続いて、イタリア各地に、反ゲルマン的な社会不安が蔓延し、ゴート族、バンダル族などフォエデラティの多くの祭司が虐殺された。その結果、スティリコの部下を含め生き残った3万人の人々が、アラリックの幕営に落ち延び、卑劣なローマ帝国に対する戦いの指導をアラリックに懇願した。もはやスティリコのようにローマの僕となってローマを防衛する将軍となることはできなかった。408年9月、アラリックは人々を連れてジュリアアルプス山脈を越境し、ローマの城壁、そして要塞に挑むようになった。しかし、この時は流血はなかった。アラリックは兵糧攻めを使ったのである。和平を求めて派遣された元老院の使節を脅しつけ、ローマの絶望した市民がなすべきことに示唆を与えた。アラリックは笑いながら、マグサが束になれば、ますます簡単に刈り取れると名高い返答をした。幾度も交渉を重ねた結果、飢餓に苦しむローマ市民は$5000の黄金と$3万の銀、4000枚の絹の街灯、3000枚の染め物、$3000の紙を差し出すことに合意した。アラリックは解放された4万人のゴート人奴隷を連れて行った。同族の復讐を果たして、アラリックの最初のローマ包囲は終わった。アラリックの経歴を通して言えることであるが、生涯の最終的な目標は、ローマ帝国を地上から消し去ることでなかった。むしろ、ローマ帝国のお墨付きで帝国の境界線で、定住する特権を守るということにあった。アラリックの要求は壮大なものであった。その内容は、属州イリュリクムに相当する領域、ドナウ川からベネツィアまでの200-150マイル、320-240キロメートル土地の割譲を求めており、帝国軍の司令官職の称号をもって、帝国の名目的な保護下に置かれるというものであった。皇帝は、ゴート族の要求を、一旦は受諾した。しかし、ホノリウス帝は、ラベンナの湿地と堤防で防備された町に住んでいながら、自分の保身を考えた末に突如翻意して、ゴート族の要求を拒否し始めた。409年、ホノリウス帝と満足のいく交渉を図るという、試みが潰れ、アラリックは、ローマ元老院を相手に交渉をまとめようとして、戦いを始めた。ローマ第二次包囲戦である。ローマ元老院の承認を受けて、アラリックはギリシア名プリスカス・アッタルスという帝国の首都長官を対立皇帝として擁立した。アラリックは役に立たない傀儡皇帝を廃立して、ホノリウス帝との再交渉に挑んだ。ホノリウス帝からアラリックに対して、ラヴェンナの城外から 12km 離れた場所での直接会談が提示された。アラリックは約束通り会談に赴いたが、長年、アラリックと敵対してきた、ゴート族の族長サルス率いるローマの小部隊からの奇襲攻撃を受けた。アラリックは攻撃を受けたが、幸運にも生き延びた。アラリックは、ローマの卑劣な裏切りに失望して、ホノリウス帝との交渉を断念し、敵の策謀の裏をかいて、ローマへ向かって、南進を開始した。こうして、ローマとの攻防史に決定打となる包囲戦、第3回ローマ包囲が展開された。4万の西ゴート軍に包囲されたローマは、糧食が尽き、飢餓に苦しんだ。ローマは、やむを得ず、特使を派遣して、和平交渉し、巨額の賠償金を払うことで包囲を解くことを約束させたが、皇帝の了承を得られず、ラヴェンナの宮廷の協定違反行為から失敗した。そこで、アラリックは、ローマそのものから富を強奪することに方針を転換し、市内での市街戦と謀略を決意する。410年8月24日、西ゴートの軍勢は、サラリア門から城内になだれ込み、3日間にわたって、ローマを略奪した。同時代の教会側の資料によれば、西ゴートの寛大な処置が驚くほど多く記録されている。キリスト教の教会は略奪の難を逃れた、逃げてきた多くの群衆は、異教の信奉者も、キリスト教徒も保護を受けた、個人の邸宅の近隣の食器は、聖ペテロのものであると言って奪わなかった、狼藉を働いた、ゴート兵に対して、ローマの美しい婦人が人間の良心を説いた、といった話が伝わっている。しかし、こうした話は例外的な事例であって、ローマがどれほどに防備を固めた都市であったとしても、人々は都市包囲戦の末路に待ち受ける破滅の恐怖から完全に免れていたわけではないことを示唆している。この時の略奪では、ローマを象徴する多くの公共施設が略奪に遭い、アウグストゥス病やハドリアヌス病など歴代皇帝の墓所も暴かれ、異界壺も破壊された。ラテラの宮殿からは、コンスタンティヌス一世が寄贈した銀製の生体容器が奪われた。動かすことのできる価値あるものは、市内全域から持ち去られたが、建物自体が大きく破壊されたのは、フォルムロマヌムの元老院議場付近とサラリア門付近に限定されていた。サラリア門近くのサルスティウス庭園は破壊され、二度と再建されることはなかった。フォルムロマヌムのバシリカエミリア及びバシリカユリアも、この時焼け落ちた。破壊を逃れたのは、教会関係の施設だけだった。住民の被害も大きく、皇帝の妹がラ・プラキディアを含め多くが捕虜となり、その多くは奴隷として売り飛ばされたり、強姦、虐殺された。身代金を払って救われたのは、ごくわずかだった。難を逃れた住民は遠く、アフリカ属州に落ち延びた。ローマ略奪の後、アラリックはカラブリアへと南下していった。アラリックは、アフリカ属州をイタリアを掌中に収めるための、要石としてみなし、かの土地を征服しようとした。しかし、嵐がアラリックの艦隊を襲い、船舶もろとも多くの兵士を奪い取った。間もなくアラリックは、おそらくは、熱病と思われる病に倒れ、コゼンツァに没した。アラリックの軍勢は、彼らの王を称えて、特別な墓を築いて埋葬した。その埋葬地は、ブゼント川とクラーティ川の合流点であったと、伝えられている。ブゼント川の水を迂回させ、アラリックを、征服地から集めた財宝のすべてと共に収めるのに、十分な大きさの墓穴を掘る工事には、多くの奴隷が動員された。墓が完成すると、川の水は本来の流路に戻され、墓は水底に眠ることとなった。そして、墓の場所の秘密を守るために、奴隷たちは皆殺害されたという。アラリックの遺志は、義理の弟であり法的相続人のアタウルフに引き継がれ、ゴート族の軍団の司令権が与えられた。アタウルフは3年後に、ホノリウス帝の妹がラ・プラキディアと結婚した。日本語文献、英語文献、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。